皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の英文法、今回は接続詞の when について説明します。この when というのは、今まで疑問文の中でいつということを聞く疑問詞として学習しましたが、今回は2つの文章をつなぐ接続詞の when について説明します。この when というのは、何々するとき、何々のときという意味で使って、例えば I was a child、ね、私は子供だった、この部分の前に when をつけると、When I was a child となって、私が子供だった時、こういう意味を表します。また、 You go out、 あなたが外出するという部分の前に When をつけると、 When you go out となって、あなたが外出する時、こんな意味を表すようになります。では、もう少し詳しくやっていきましょう。例の1番です。父が家に帰ってきた時、私は本を読んでいました。こういう日本語に合う英文を作る時、まず英語の部分を見ると傍線になって My father came home. I was reading a book となっていますよね。で、日本語と合わせると、父が家に帰ってきた時、ね、父が家に帰ってきたという部分の前に when をつけて、 when my father came home、 で、これで父が家に帰ってきた時という意味が出来上がるんですね。そしてその後に I was reading a book、ね、私は本を読んでいましたと。これで日本語に合った英文が完成したわけですね。2つ目、これ実はね、if の時と同じように前と後ろ入れ替えることができます。つまり I was reading a book の部分を前に持ってきて、 when my father came home、 この部分を後ろに置くことができるんですね。この when の部分を前に置くとき、こちらですね、このとき後ろの部分、厳密にはこれ節というんですけれど、この前と後ろの部分の間に if のときと同じようにカンマ、これを書きます。ですから when が前に来ているとき、ね、後ろの部分の前、ここのところにカンマがあるんですね。このことを覚えておいてくださいね。この when、 2つの文を1つの文にするので、実際に例を使って2つの文章1つにしてみましょう。例の2、括弧1、 It is sunny という部分と She walks to school、ね、この2つの文ありますけれど、じゃあどちらに when をつけたらいいでしょう。意味から考えていきましょう。 It is sunny、ね、晴れているという意味ですね。晴れている時、 She walks to school、 彼女は学校に歩いていきます。それとも when を She の前につけて、 When she walks to school、 彼女は学校に歩いていく時晴れます。これはどう考えても、晴れていたら彼女は歩いて学校に行きますというふうになった方が自然ですよね。ですから It is sunny、ね、晴れている時という部分を前に持ってきて、 When it is sunny、 晴れている時、 When が前に来たのでカンマを入れて、 She walks to school、 こんなふうに一つにすればいいんですね。
When it is sunny, she walks to school.、ね、晴れていると彼女は歩いて学校に行きます。こんな意味の英文ができましたね。では、括弧に We enjoy skiing. 私たちはスキーを楽しみます。Winter comes. 冬が来る。どちらにつけた方がいいでしょう。意味から考えていきましょう。私たちが enjoy skiing スキーを楽しむとき冬が来ますなのか冬が来たとき私たちはスキーを楽しみますなのか後ろの方が自然ですよね冬が来たら冬が来たとき、ね、私たちはスキーを楽しみます自然な文章ですよねですからWinter comes の前に when をつけます。ですから、We enjoy skiing.今度は、when は前にないので、カンマはつきませんね。When winter Enjoy skiing when winter comes. 冬が来ると私たちはスキーを楽しみますという自然な文章が出来上がりました。今回は接続詞の when 何々の時という意味を持つこのことについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。